日本秋田県秋田市奈良山一つ、森公園のシンボル、遊戯定旧黒沢家住宅奈良山は、秋田県秋田市に存在する大技である。郵便番号は010-0034。また、大技奈良山と奈良山を冠した町名を持つ地区を合わせた総称としても使われる。大技と長部を合わせた人口は8727人。本校では、 地域総称及び大座奈良山についてもべる。現在の奈良山を関する各町については、奈良山あたご下、奈良山石塚町、奈良山大田町、奈良山大本町、奈良山川口境、奈良山京和町、奈良山金省町、奈良山助、竹町、奈良山城南町、奈良山東町、奈良山古川、新町、奈良山本町、 奈良山南新町、奈良山南中町を参照。秋田市の中部、旭日川と太平川の合流点付近に位置する。太平川の右岸はほぼ平坦な地形だが、左岸は、金正寺山や一つ、森公園などの丘陵地を含む。JR 東日本を覆う本線と、右越本線が縦断し、太平川と共に地域を5つに分断している。太平川の右岸は、 武家屋敷の面影を残す住宅地で半世紀からの古い町形がほぼそのまま残っており、愛羅や屈曲が多い。近年になってから低湿地を埋め立てて造成した土地は、比較的整理された町形になっている。奈良山本町にある奈良山松無町外区公園は、昭和20年代に太平川の蛇行を直線化した旧華道の痕跡である。 秋田牛島郵便局が牛島という名でありながら、奈良山に所在するのは、現在の稼働と旧河道の間にある土地を牛島から奈良山へ編入したことによる。北は、南通、東通り、東は、横森、下北で桜、上北で、南は、牛島東、卸町、原島、西は、極南、大町に接する。 大技奈良山には13の小技が設置されていたが、うち10の小技は住居表示実施に伴う区画整理で、全域型地区へ編入され消滅した。現存する3つの小技は、石塚谷地は1つ、森公園の一部及び、山徳の水田地帯、大田区は1つ、森公園の一部、寺工事は、大井橋の排水路が、太平川に合流する付近である。 久保田藩主佐竹氏の居城である久保田城の南部に位置した城下町と近郊農村を地区の前身とする。奈良山とは近所寺山の古名であり山独の農村である奈良山村の名は天正19年正月17日の豊臣秀吉主因蔵入町内氏に記された奈良山村牛島村272国余りが所見である。 佐竹市入部以前の奈良山村は、川尻村と並んで太平川下流右岸の中核的な集落を形成していたものと考えられている。奈良山村の中心集落は、現在の奈良山台元町付近にあった。現在は、旭川の左岸が、奈良山、右岸は、極南、川本を挟んで離れたところが川尻と地区が分かれているが、教皇15年の、 六軍軍有機で川尻村について、川辺郡牛島村との川境と書かれていることから、もともとは、旭川佐賀も広い範囲が川尻村であり、奈良山武家屋敷町の多くは川尻村から町割りされたことがわかる。武家屋敷の町割りが進むにつれて、川尻村は縮小していき、佐賀で最後まで残った川尻は、1990年まで存在した。 川尻町やざ川口境である。かつての川尻が旭川佐岩にも広がっていたように、かつての奈良山は現在よりも北、東へ広い範囲に広がっていた。1966年の住居表示実施以来、大和奈良山の大部分は中通り、南通、東通りという他地区に編入されたが、もともとの大和奈良山は秋田駅所在地や西口商店街までも含んでいた。 奈良山武家屋敷は、寛永6年に町割りが開始された。亀の帝閣の南に隣接し、旭川と太平川以外の堀や土塁を持たない、外閣で、主に、ろくの家臣や足軽が居住した。秋田昔物語に、奈良山は、敵付けに、交換や式等は、不休猿、樹木にても、植夫猿様に、天栄皇様も、御医友の候。 一万日の時は小焼原以降は、五人数を、お出し歌唱成功館、屋敷取立公徳との御意にて、取立公湯とあり、穂田野や川口と共に、城下防衛の最前線であった。明治五年十月十日の大工賞政で名称が、確定した旧侍町は、奈良山虎の口新町、奈良山虎の郊外張り、新町、奈良山上本町、奈良山中町、 奈良山本町下邸、奈良山本新町上邸、家庭、奈良山本横町、奈良山南新町上邸、家庭、奈良山古川、新町、奈良山松通町の12町。旧足軽町は、奈良山東町、奈良山黒部との町、奈良山入選共通東町、奈良山餌座市町、奈良山三枚橋、奈良山猿町、奈良山松武町、奈良山陽院前町、 奈良山牛島橋通り町の旧町。また、武家町に取り囲まれる形で武家町ではない地区が4つ存在した。奈良山市も浜町と追加井町は、川尻村に属する百姓町で、米沢町と十軒町は、外町の米町省や扱いの町人町であった。これらの町名は、奈良山東町、奈良山古川、新町、 奈良山南新町を除きすべて1966年4月1日以降の住居表示実施に伴う町名整理で消滅している。奈良山昇町は住居表示実施後も名前が残ったが区画は大きく変更されている。奈良山古川新町と奈良山南新町は旧城下町すべてのうちで最後に残った住居表示未実施地区である。なお、 唯一太平川の左岸に町割りされた奈良山、あたご下は元来、川辺郡の地内で、今日は3年までには、城下町へ編入されたと見られる。1876年に、秋田町から分離され、奈良山村の小技になった。1905年に再度秋田市へ編入されたが、以降住居表示実施まで、大技奈良山の一部として扱われた。 一下はすべて住居表示実施に伴う変更。実施後の町は、突起なき場合は各張ともその一部。奈良山大本町、奈良山金省町,町、奈良山城南町、奈良山城南新町を挟むようにして、東側を JR 東日本を追う本線が、西側を越本線が通る。奈良山城南新町に、秋田総合車両センター、南秋田センターが所在している。 最寄り駅は中通り7丁目にある秋田駅、または牛島西1丁目にある魚牛島駅。ありがとうございます。